して、やおいじ、ちょっと待って、倒したの、ちょっと待って、ちょっと待って、倒したのかな、え、待って驚きの白さ、今日白いな俺。次マップ変えてみるか。おい、やめろよ、おい、やめろよ、お、見てるこれ、マジでみんな見るようになってる、マジでみんな見るようになってるこれ。よし、いや、これベストアール、ベストアール臭いぞ俺の中で。は？なんで？ベストアールお前やってねえよな。ベストアール、うわ、なんかやべえ、なんかやべえこいつら、明らかに、あき、ちょっと待って、これこれこれ、おお、あれ死んでる、死んでる、2人死んでる、これね、え、待って、心電図で見て押したんやけど、マジ、え、待って待って待って、2人行かれた時点でこれやばいかなと思って押したんやけど、タイジさんと俺のそばにいたの4人いたよ、俺も4人いた、トラールさん、リョボさん、タイさん、俺で動いて、え、これか、え、山道バードいなくない、いなかった、いなかった、いなかった、確かに、いや、でも、でも言うて、怖いね、途中で、俺誰も合流したもんね、そうそう、途中で合流したから、確かに、確かに、なんか序盤で殺されてたら分かんない、正直、そうそうそう、確かに、タイジさんは多分みんな外せないんだよな、これ、あれ、俺、タイジさんずっと近くいたよね。いや、俺なんか俺4人で行動しててさ、俺ワンチャン2人鬼なんじゃないかなって、俺ビビりながら、俺もビビってたぞ俺も見て、結構離れてやってたよ、まあでも怖え、これどうしよう、俺はその4人の中でいわゆる 2-2 で分かれてるみたいなレベルやろ、言ったら、いやでも途中まで結構もう全部結構離れて、結構全部いた、だからバードと山道だけいなかった、山道は、うん、俺ずっと神殿図に乗った、俺は左下の方いたな、ずっと左下タスクしてたわ、マジでわかんねえなこれ、いやこれ山道釣りてえな、じゃあだって山道だけずっと見てないもん俺、そうだね、あのちなみに、ちなみに鳥場も全く見てない、俺停電した時点で神殿図行ったもん、停電した時点で、なんで、いやもう誰か殺されるやろと思って、で誰か直しに行くのはもう見えてるから、こんだけ人数おったらと思って、いやでも、ね、鳥場のその行動は割とまああるっちゃあるんだよな、白でも、まあ押したしな、結局押さなかったらもうそのまま終わる可能性もあるからね、もう鳥場よりかは山道するのは俺は賛成、いや、釣っとこうか、まあ釣んないといけないな、結局、じゃあ山道目線なんかないの、いや俺は左下でずっとタスクしてて、なるほど、下俺見てないからな、なるほど、みんな下見てないでしょ、見てない、うん、なるほど、でもこれとりあえず山道もつない、山道つない、ああ、わかった、うん、はぐれてたから、ちょっともう一回押そう、いやこれ山道本当に黒だよな、だと思うけどな、ちょ、俺押したんやけどさ、ちょ、1個聞きたいことあってさ、はいはい、鳥場に、え、鳥場神殿図ずっと見てたの、見てた、その停電の時、停電した瞬間から、え、2人一気に死んだ、2人一気に死んだ、え、だから押したすぐの、一気に死んだ、おかしくない、一気に死んだ、ありえない、待って、ありえないんだよな、そう、殺したんじゃんだよ、あれ、いやいや、そんなことない、その絶対絶対ない、その絶対ない、その、いや、一気に死んだって4人いたもん、こっち、うん、でいたら2人死んでだったんでしょ、え、だから停電した瞬間やで、停電してからじゃないで、停電した瞬間、マジで瞬間、死んだのがあれでしょ、瞬間に死んでたのに、なんでそんなにずっと放置してたの、確かに俺直したもん停電、そのあれ、あ、これ停電ないと、あれ、スキュッチャーする、いや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 、名探偵ソラル、いやこれ俺鳥が釣っときたいな、もう釣っときたい、まあ一人は釣れてるからね、これ、まあ多分一人は釣れてると思う、踏み入れちゃおう、うん、入れちゃうべ、多分終わるよこれ。
じゃあ俺も入れてみるわ。じゃあ終わらなかったらだいぶやばいな。終わらなかったら誰釣ればいい。トリバード誰釣った方がいい。あ、これやりたいじ。まさかでやりたソラルあたりがやばいから。これ終わらなかったら絶対多分負けやし。終わらなかったら負けや。負け負け負けな。これ負けたわ絶対。トリバが はいはいす自白したのか。ナイスナイスナイス。おめでとうね。マイパッド。いや山道ごめん今のね。いや俺ら多分一緒に行動できててクールタイムもうすぐ回復してたやんか。うんそうだね。あのままで行けたのか。そう4人のとこ突貫して。一気に殺したらっていうのはあったけど、でも4人揃ってるっていうのがちょっと盲点だったくない。盲点だったし、こっち側の方の状況見えたらったから。あ、そっか、分かんないのか。分かんないから、こっち側の状況が。一緒に2人キルできた時点でちょっと見つかったらどうしようってすごい怖くなっちゃって落ちちゃった。お、来た。なんでこれ喋ってる時だけ表示できる方法ないの？ DM でめっちゃ、なんかディスコ前まで表示できてたんだけどな。なんでできなくなったんだろう。いけいけいけ、やれ山口、山口倒して、山口、ちょっと待って、倒したの、ちょっと待って、ちょっと待って、倒したかな、え、なんちょっと、見つけた、見つけた、見つけた、え、マジ誰死んだ、これ俺見つけたんだよ。誰誰俺、あ、そういうこと。そう、で、どこで見つけたかっていうと、うん、右行って、うん、ちょっと下にいたところの左側。え、俺右行ったの。それでちょうど死んだ人がいたんだよ、一人。ほう、はいはいはい。その後から一方通行なのに、ヨアミッチーさんが出ていったんですよ。来たな、それは。一方通行なのに。一方通行なのに出てきたんだよ、それ。うん、はいはいはい。だから仮にしてなくても通報しなかったから、もう怪しいよねって感じだよね。レポートってどうやってやるの？俺、ちょっとやってみようかと思って、できなかった。右下に出るけどさ。え、死体は見なかったの、ヨアミッチー。いや、見てたの。それでレポートしようと思って。見てたっていうか、出て行った、出て行った、その場にいなかったけど、見てたっちゃう、出て行ったよ。いやー、これちょっと。俺、分かんなかったんだよな、レポートの仕方は。まあでも、ここは釣んないといけない、絶対に。まあ、うん。これは山道を釣ってほしいね。山道釣ってもいい。怪しいと思う。でも、なんか、若干白いんだよな、なんか。2つは知って死んでるからさ。え、死体2つあったの？それとも1つ？一つ一つ。あ、1つ。1つ1つ。2つあった？2つあった？嘘。え、2つあったの？1つしか見なかったよ。わかんない。なおさらじゃあ道黒い。いや、もう道黒いね。そうなんだよ。2つ。俺と TBD は左下にいたね、2人。そう。これ、もう、ちょっともうちょっと深く精査するなら、ヤリタソラルあたりが、俺は一人でいましたね。俺は一人でいて、修理してた。多分一個修理したの、はいはい、俺。真ん中のやつ。真ん中。やりたわ。うん、俺だから右にいたんだよ。俺普通に右のなんか操縦席じゃないな。操縦席じゃなくて、右下の方の部屋にいた。タスクやってた。これは10秒。あと10秒ね。俺は一応山道。これ山道でいいと思う、とりあえず。うん、これは入れていいかもね。いや、なんか若干広いけどな。え、ミッチの近くに誰かいなかったの？いや、ごめん、ミッチ。やばいって、これ。俺がミスったな、これ。俺がミスったよ、これは、普通に。これ、俺がミスっちゃった感じじゃない？これ。いや、でも、山道、ちゃんとテッドさん殺してくれてたね。俺の槍を、しっかり二人ダブルキルしてくれた。はい
これは釣れてると思っていいのか、ね、死んでるよ。ちょ、一回押したかったんで。はいはい、はい、押したんですけど。うん。いや、山道は黒だね、これ。聞いた感じ、黒っぽかったけどね。もう黒だね、黒っぽい。だから俺の中で、リョボは結構白っぽくなった。はいはいはい。あのね、俺今リョボさんと2人でね修理してたけど手出しては来なかった。俺もサラダさんは今回殺してないね。だからサラダさんは多分違うねこれ、うん、2人きりだったけどリョボさんは俺は結構今白かったね。キルタイム間に合うっけこれ。いやわかん、微妙。キルタイムまだ25秒で設定してるけど、うん、もしかしたら間に合わないかもしれない、うん、今のボタン押すタイミングだったらクールタイム中で。ああ。どうだろう。まあでもとりあえずスキップで、うん、え、さっきさ、え、うん、鳥と有坂がどこにいたか知らないから教えてほしいんだけど、あの左下の何、あの発電機みたいなところ。そうそうそう、停電を即直ししたのは何を隠そう僕です。なるほどね。え、だから2人で行動してんの。まあちょっと俺有坂が怖かったんで距離を取りながら、でもまあほぼ一緒にいたみたいな感じだったから。なるほどね、なるほどね。白かったけど、お互い今疑いやってたんですけど、なんかそのせいでちょっと白く見えるという感じですね今。じゃあね、そっちからもあれな、やりたい字が怪しいぞ。やりたい字ソラルのどっちかなっていうのは、ソラルは違ったんだよ。それは違ったんだ。だから、もうこれはここやん。そういう感じになるくね、そっち二人。ソラル違ったってなんでそうなの。だって俺と一緒にいたのに死んでたんだよ、ずっと。だからそう、絶対殺してんだから、死んでるわけないもん。え、じゃあ、だから死ぬかもしんないって。あるよね、かもしんないでしょ。かもしんない、あるよね、これ。どうする ?10 秒。え、スキップでもいいけど。いいんじゃない、とりあえず。やばいって、これ。やばいって、これ。なぜ行かない？え？これなんで行かないの？ソラルン。俺ソラルン黒くなったな今。これソラルン黒いぞ。マジで。キルするタイミングねえよこれ。おい、なんか誰か上に行った。誰かなんか右のあの さっきの何、はいはい、今のサボタージュ。そうで、なんか右上行ったけど、これ、え、俺目線色色、え、まずどこにあったの。下へ、え、だからあのサボタージュのところ右側の、え、アドミンじゃない方。そう、なるほど。え、俺の目線言っていい。俺、はい、ソラルさん相当怪しくて。ソラさん絶対違う。俺とリョボさんはね、もうほぼ白だと思うよ。絶対違うんだよ。え、なんで、ね、そうだよね。え、さっきさ、1個目のサボタージュの時さ、なぜか行かずに止まってたんだよ。え、なんで止まってない、止まってない。それ俺じゃないよ、絶対。え、なんか右で止まってたよ。あと1個。あ、それ修理してたんだと思う、多分。ああ、絶対違う、俺目線。絶対違うよ、ね。俺最速で行ったんだよ、俺そこ。さあ、そこで殺して上に行ってたんだよ。絶対ないんだよ、ありえない。わかんない。距離的に。多分鳥羽さん。あ、じゃあ俺からの質問していいですかね。はいはいはい、
え、やりたいし一緒に行動してた有坂どこ行ったん？え、有坂だって中央で離れてる。有坂右行って俺下行ってるから。本当かな、うん、え、マジでマジでマジで。え、だってそもそもなんかトリバーと俺と有坂でいたでしょ。で、俺と有坂2人グループになって、そう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 、じゃあ任せたよって感じで任せたやけど、そこで俺任せんのすげえ黒いんだよね普通に。え、だってやらなきゃいけないじゃん少人数。うん、で、でもそれやったらソラルベスト R のどっちかが死んでたらまあ俺って言ってもいいけど、まあ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 、まあ、よりと見とけば一緒に行動してたのは有坂かな。でも絶対リョボさんじゃないと思うから、これワンチャン積んなくても、積んなくても終わんないよね。って終わんないね、次殺されてようだから、うん、ワンチャン積んなくてもいい気がする。でも、まあ、ただそう固まんなきゃダメだね、これ。そう固まればいいと思う、ね、固まろう、これ。オッケー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 、わかりました。わかんねえ、これ釣ったら負けなんだよな。危ねえ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 、マジでマジで危ねえ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 。これね、パスカート半分あるわけでしょ。はいはい、いや良かったです、私これ押してもらえて。え、なんかちょっとめっちゃバラバラになっちゃってさ。そう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 、俺これ両方行かれてたら終わると思って、これやばいと思って一応やっといた。ああいい、全然いい全然いい、招集の意味でね。うん、それはなんか白いね、なんか。いや俺はね、タイさん黒い。え、なんで逆に。え、この今の行動でってこと？なんか全体的な発言とかかな。おい、そらさめっちゃ前のこと高めよ。でも、わかんない、鳥羽さんかタイさんかはまだちょっと確定はしてない。わかんないよな、マジでこれ。でも、リョボさんは俺の中では超白い。いや、まあとりあえずこれ団体行動したいから集めたんでしょ。そうだね、じゃあ団体行動しよう。これ左下にあるんだよ、タスク。左下来てくれくんね。いいよ。オッケーオッケー。俺も左下の方にある。俺左上にある。オッケーオッケー。俺多分あと2個くらい。はい。オッケー。ほんまにあるんかな、ニコもな。ね、どうしようかな。左下行ったよね。これ多分ね、ワンチャン間に合わないと思う。それにかける俺は。あ、そういうこと今の。うまっ。なるほどね。やらせないように待機してた。あ、そう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 。うわ、うめえ。やったーマジ。対峙ゾーンだったもんな、そこ。やばいな、対峙。あそこで何体殺したんだよ。危ねえ、マジで。どっちか片方一人になっちゃうから、どうしようかなって迷って上行ったんだよ、俺。そしたら鳥羽と一緒になっちゃって。向こうがやられたんだよ、ちょうど。あー、マジか。でも、でも時間なくて行くしかなくてさ。確かに二分一だったな。ねえ。ねえな、あれ。いや、やられたな。結構、4人になったら今みたいの多いんだよな。なんか、釣っちゃった方がいい気もするわ。まあね。確かに。そうだね。いや、また俺、スモモン先に殺しちゃうわ、と思いながらスモモン殺した。毎回逃げてくるよね。両方に見られなかったのが神すぎたな、さっきは。
何怖いんだけど、ベストアルベストアル怖いんだけど今の。おい絶対そうだと思ったもん今、絶対そうだと思ったもん。ふざけんなよマジで。いや今怪しかったもん行動。おやばいやばいやばい、両方暴れるってこれ。殺気があった、殺気が。はい、絶対そうなってると僕は思ってました。いいんすか、僕から喋らせてもらって。はい。事の真相すべて話してしまいますよ。はい。これはね、まずベストアールを釣った段階でパワープレイが起きなかった、そのダブルキルによる強制終了が起きなかったので、これはベストアールでまず1人釣れてるなと。そうなると相撲さんが結構白いんじゃないかなっていう、まず1個浮かんだのと、ああで、まあ有坂君と山道君が一緒に行動してたはずなんですけども、楽しそうの期間何、楽しそうだなこいつ。宇宙見てました。宇宙見てたよね。宇宙見てた、多分広い視界で。やっぱスモモさんと僕はめっちゃ狭い視界でどこやろなどこやろなって歩き回ってたはずなんですけど、これ多分有坂くんがほぼほぼ行ってるなって僕は思う。スモモさんはどう？スモモさん俺たち結構長い。でもね、やっぱでも宇宙って俺目線はね、俺目線はね、そのさっきチョボくんま釣ったじゃん、はい、釣った前って俺有坂さん近くいたんだよ、はい、いたから俺目線は取れちゃうのは黒く見えるんだよ。嘘だよ。え俺目線よう喋るしな、喋るしな。じゃあ TVD 行きますか。いやちょっと待ってくれ、ここ間違えたら負けやねんで。そもさん、でも俺そもさんと左上ずっといたしな。いや左上にはいないですよ。一番最初の。ああ最初そうだね、いたね。あのりょうさん釣った時の。あのチョボくんともし有坂さんが、はい、もし、はい、その俺が一緒にいた時に、あのもし二人とも、うん、あのまあやべえやつだった時、俺殺されてると思うんだよな。でそこで俺やんなかったってことは。結構ね、殺すタイミング俺が鬼だったらあったから。トリバードさん、YouTuber 広いで。え、あ、絶対有坂やった。え？一応広いで、トリバード。何これ、どうなの？あいやー、宇宙だよ。宇宙だよ。宇宙わかんなかった。宇宙なんで宇宙言ってるやつやの。いや宇宙情に訴えかけるの大事だな。価値観ひっくり返したな今から。